こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、お隣に似合うバックパック、リュックベスト5ということで、動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕の動画の中ではですね、過去にいろんなバッグ皆さんにですね、おすすめをしてるかなと思うんですが、その中でもですね、やっぱり根、ね、強い人気なのは、リュックというジャンルなんですね。まあ皆さんもですね、リュック1個は持ってるという方もいらっしゃると思いますし、まあ久々にね、リュックを持ちたいなという方も多いと思うんです まあ、かつてはリュックというとですね、かなりカジュアルなイメージがあって、学生時代に使っていたけども、大人になってからあんまり使わなくなったという方、少なくないかなと思うんですね。それは僕自身も同じで、ちょっと綺麗めなレザーのトートバッグだとか、そういったものを使うことがやはり多いんですが、とは言っても、休日にちょっとした旅行だとか、荷物が多い時にバックパックがあると、めちゃくちゃ便利なんですね。そして、そのバックパックも結構今の時代は、大人の男性に合うような きれいめなものとかシックなものがだいぶ増えてきてますので、まあ、こういったものを持てばですね僕ら世代でもカジュアルな着こなしにもですね綺麗めな着こなしにも合うので、まあ、便利なのかなと思いますそこで今回はですね大人の男性に似合いそうなリュックを 5つ選んでみましたので、ぜひ皆さんがですね、今後バックパックを買う際の参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的に大人に似合うですね、リュックを5つご紹介したいなと思ってるんですが、まず最初に皆さんにお伝えしたいことがありまして、まあ大人に合うバックパックってどんなものだろうと考えたときに、僕の中では一つ明確な答えがあって、なるべくですね、ごてごてしてなくて、色もデザインもシンプルなもの、こういったものが大人の男性に似合いやすいかなと思うんですね。そういった意味では、ブラックの単色というところが、まあ一番使いやすいかなと思うんです。 ね。ここをですね、一つの芝居としながら今回ご紹介をしていきたいなと思います。まあ、様々なブランドのものが出てきますが、一個ずつめちゃくちゃ詳しく解説するというよりはですね、このブランドのこのモデルがデザイン的におすすめですよという形で、皆さんにはですね、お伝えしたいなと思ってますので、まあ、詳細は皆さんお店に行って実物を見たいだとか、あとはウェブ上にいろんなですね、詳しいレビューが載っていますので、そこで深掘りをしていただければなと思うので、まずこちらの動画ではこのブランドのこの方がデザイン的に結構素敵 なだということで、早速一つ目のバックパックから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、今回ご紹介する中で実はですね、私物が2点含まれているんですね。まあ、その中の1点目からまずご紹介したいなと思うんですが、こちらですね。 もうアークテリクス、僕の動画の中では結構定番的な位置づけになっているんですが、まあこれは外せないブランドかなと思います。この後ですね、2つに出てくるあのブランドと、まあ2大巨頭となるのがこのようなアークテリクスのようなアウトドアブランドのリュックかなと思っています。あの2つ目のブランドに比べるとアークテリクスのイメージというのは知ってる人は知ってるけども一般的な認知度としてはそこまで高くないんですね。このロゴを見てもハッとなる方って まだまだそんなに多くはないと思います。僕の動画を見てる方であれば、ある程度は知ってるかなと思うんですが、まー、あ、クテリックスの始祖長のロゴですね。これが入った、こちらはですね、マンティス26というモデルのバックパックになります。これはですね、かれこれ3年ぐらい使っているものなんですが、まあ、サイズ的にも26リッターってことで、大きすぎず、小さすぎず、まあ、ちょうどいいんですね。 僕は身長 164cm、53kg と小柄なので、あんまり大きいものだとちょっとバッグ自体が主張しすぎてしまうので、普段使いであれば26リッターのこちらのサイズぐらいがちょうど使い勝手がいいかなと思いますね。まあ正直ですね、都会的なバックパックというよりは結構アウトドアを重視したような作りになっているので、内側の作りだとかそういったところにですね、まあ PC 入れたりすることもできるんですが、まあクッション性が内側にすごくあるかというと、そんなことはないんです。 ね。そこら辺は、なんだろう、機能的には、都市型という感じに特化してるわけではないんですが、まあ普段の、ちょっとしたアウトドアの場面だとか、まあ一泊ぐらいだったら僕荷物少ないので、これぐらいで収納できてしまうかなと思うぐらいですね。そこそこ荷物量としてはたくさん入る作りになっています。まあ、デザイン的にも気に入っていまして、結構ね、シルエットとしては丸みがあるんですよね。そこがね、特徴になってるかなと思います。 四隅も角張ってるようなものではなくて、適度にカジュアルなんですが、無駄のないデザインになってまして、後ろの背面のメッシュ部分も含めて通気性もいいですし、使い勝手はまあそこそこいいです。めちゃくちゃいいっていうわけではないんですが、まあ、バックパックに僕はどれぐらいのですね、機能性を求めるかというところで言うと、僕は機能的な部分よりも、ある程度見た目の上でベーシックで使いやすいこと、あまり飽きずにガンガン使えるということが大事なので、そういった点はしっかりと満たしてくれてるのが、 マンティス26とといいうモデルかなと思います重さに関しても、決してこう重量感があるというわけではなく、まあ、かといって、めちゃくちゃ軽いというわけではなくて、まあ、普通です。まあ、機能性で言うとそこまでですね、目立ったところはないんですが、まあ、デザイン的にシンプルでベーシック、使いやすさがありまして、あとはですね、なんだかんだでこのロゴが効くかなと思ってるんですね。アークテリクスという世界観。 デザイン性が高くて、シャープなデザインというところを、まあ、このバックパックからは感じられるので、そういった点では個人的に気に入っているので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。価格はですね、まあ、こうお店によってちょっとばらつきがあるんですが、まあ、大体1万8000円前後かなというところですかね。まあ、バックパックの中では、安すぎず高すぎず、まあ、平均よりは高いかなと思うんですが、買えない価格帯ではないかなと思うので、ぜひ皆さんも候補の一つにしていただければなと思っています。 はい、続いて二つ目のですね、リュックなんですが、先ほどもちょっと匂わせていたんですが、まあ、アウトドアブランドの二大巨頭といえば、アークテリクス、そして名前的には圧倒的に知名度があるのが、 ノースフェイスですね。このブランドは外せないところだと思いますし、皆さんもですね、何かしらノースフェイスのアイテムって持ってる方多いんじゃないのかなと思います。僕もですね、ノースフェイスのものをいろんなアイテムを持っていまして、T シャツを持ってたりだとか、あとはキャップだとか、ハットを持ってたりだとか、まあそれ以外にもショートパンツなんかも愛用してるわけなんですが、ノースフェイスはアウトドアブランドなんですけども、デザイン的にもすごく使い勝手が良くて、都会的なデザインですね。街着としても使いやすいものをたくさんリリースしてる のでそのノースフェイスのですねバックパックも、まあ、見逃せない存在かなと思いますただですねものすごくモデル数がたくさんあって、まあ、どれを選べばいいのか迷いがちかなと思うんですが 今回僕がお勧めしたいのはホットショットクラシックですね。これはデザイン的には一番定番的で使い勝手がいいかなと思います。サイズ感もですね、26リットル。先ほどのアークテリクスのものとサイズ感としては全く同じですね。これぐらいがやはり普段使いとしては使い勝手がいいと思うんですね。 大きすぎず小さすぎず小さすぎるとこれまたですねちょっとこう女性っぽく見えてしまうので個人的には一定の大きさも必要かなと思うんですが、まあ、ちょうど使い勝手のいいですね 街で使えるようなサイズ感になってるかなと思います。デザイン的にはこれまたちょっと丸っこい形にはなっていまして、基本的にはベーシックではあるんですね。ただ、アークテリクスに比べるとロゴの主張は強いかなと思います。割と上部の目立つところにノースフェイスのロゴがドンと入ってくるんですね。これもですね、あんまりこうかっこよくないブランドだったらロゴってない方がいいと思うんですよ。ただノースフェイスというと、めちゃくちゃおしゃれ上級者が使うようなアイテムではないかもしれない。 じゃないですがある程度認知度があっておしゃれなイメージというのが一般的にも浸透しているのでアークテリクスよりも安心感のあるロゴかなと思いますそういった意味ではこれもデザインの一部として加点してもいいようなポイントかなと思っていますそしてノースフェイスのロゴから今度は下に下っていくとまたですねホットショットという文字も入ってたりだとかまあ、こういった部分もですねいやらしくない程度のデザインのアクセントになっているかなと思いますそしてデザイン的にも一つアクセントになるんですが 真ん中の縦のラインですね。ここにですね、ベルトがついていて、カラビナなんかがですね、かけられるようになってるんですが、まあ実際にカラビナをかけるかどうかはですね、別として、まあ一つのデザイン的なアクセントとして、このあたりも機能するので、まあどシンプルなバックパックに比べると、少しデザイン的には面白みがあるんじゃないのかなと思っています。で、使い勝手に関しては、僕自身実際に持ってるわけではないので、なんとも言えないところではあるんですが、中身の構造としては、アークテリックスの方がより より登山っぽいものになってまして、ノースフェイスのものに関しては、まあ、登山でも使えるけども、待ち着としてもですね、活用できるように、内側の作りとしては使い勝手はいいんじゃないのかなと思っています。内側は荷室構造になってまして、それぞれにですね、バランスよく荷物を入れることもできますし、内側のポケットも結構充実しているので、まあ、PC もしまいやすいですし、その他のアイテムなんかも細かく収納しやすいので、そういった点も含めて、ノースフェイスのバックパックは作りが非常にいいのかなと思います。 先ほどのアークテリクスを選ぶのか、ノースフェイスを選ぶのか、ここはですね、正直結構難しいポイントだと思うんですが、ある程度おしゃれなバッグだなっていうのを分かってもらいたいというのであれば、やはりノースフェイスの方がおすすめなのかなと思います。 で、ある程度人とは被りたくないだとか、おしゃれな人が見て分かればいいというところで、振り切れるのであれば、僕はアークテリックスの方がいいかなと思ってまして、個人的にはこの2つであったら、まあアークテリックスの方がちょっとニッチな感じはして好きなんですけども、このあたりは人によって変わってくるかなと思うので、まあ両者をですね、比較検討しながら、皆さんも選んでいただければなと思っています。 はい。続いて3点目のバックパックなんですが、これはちょっとツーなアイテムになるかなと思いますね。ノースフェイスアークテリクスは割と一般的なバックパックとして知名度が高いかなと思うんですが、これはですね、知ってる方はだいぶ少ないと思うんですが、僕の中ではすごく好きなブランドなんですね。こちら。 最近購入したものなんですが、アンドワンダーというブランドの、これはですね、モデル名は、X パック20リットルデイパックというモデルですね。サイズ的には、これまでのものよりは一回り小さいですね。26リッターから今度は20リッターということで、小ぶりになるんですが、まあ、これがですね、男性が持てる大きさとしては、最小なんじゃないかなと思いますね。これ以上ちっちゃいと、ちょっとこう、体とのバランスで言うと、 小ぶりに感じてしまう。ちょっと女性的になってしまうんですが、まあこれぐらいであればギリギリいいんじゃないのかなと思います。まあアンドアンダーというブランド自体僕は大好きで結構様々なアイテムを持っていまして、まあ特にですね、シェルパーカーなんかがお気に入りなんですが、まあ、アウトドアブランドの中では圧倒的にデザイン性が高くて、クリエイティブなデザインというところが楽しめるのがアンドワンダーの商品かなと思いますね。まあ最近はですね、様々なブランドとコラボレーションしてまして、えー、先日購入したのはウーフォスとのコラボレーションのサンダルだとか、あと とはちょっと前になりますがモンクレールとコラボレーションしてたりだとか非常に注目度が高いブランドになっていますね。まともとですねアウトドアウェアが得意なブランドなんでこういったバックパックも作ってるんですがまあ、その中でもすごくコンパクトで使い勝手に優れてるのがこの20リッターのバックパックなんですね。まあ、商品名にもなってますがこちら。 X パックという素材を使ってまして、これね、表面がちょっとですね、独特に、ひし形のですね、模様が入っているんですね。これ見えますかねこれがね、デザイン的には一つのですね、アクセントになるんですけども、まあ、特殊な素材になってまして、とにかくね、軽量で強いんですよ。そして高い防水機能もついているので、雨に降られても安心して使えるというところ、そういった機能性もですね、 担保しているようなアイテムかなと思います。個人的にはですね、このひし形のですね、細かい模様がですね、まあデザインのアクセントになっているので素敵だなと思うんですが、非常にコンパクトで丸みのあるようなデザインも気に入ってますね。この部分、メッシュになっていまして、ここに物を入れることができるんですが、物を入れると透けるじゃないですか。なのであんまりスタイリッシュに見えないかなと思うので、これは僕はもうデザイン的な一部として楽しみたいなと思ってます。すごくね、機能性が高いというよりは軽くてサクッと 持ちやすいので僕はどのように使っているのかというと、旅行の際にですね、サブバッグとして使ったりだとか、気軽なですね、外出の際に持っていくというところで、これぐらいの軽さというのは非常にですね、強い味方になるかなと思います。一応ですね、パッカブル仕様になってまして、小さくコンパクトにまとめることができるんですが、僕はあんまりやらないですね。まあもう、ちっちゃくするとしてもちょっと軽く畳んで、そのままですね、スーツケースに入れて持ち歩くだとか、まあそれぐらいの使い方なんですが、まあそういった携帯性 にも優れているというところは一つの機能としては優秀なのかなと思いますねで内側の構造もそんなに凝ってるという感じではないんですよ正直ですねもう本当にこう 簡易的な作りになっていまして、これに高い機能性を求めるというのはですね、僕はあんまり適してないんじゃないのかなと思ってまして、本当にサクッと使えるバッグとしては使い勝手がいいと思います。あとは何と言ってもデザイン性ですね。この見た目のデザイン性に魅力を感じるかどうかの一本勝負だと思いますね。僕はアンドワンダーというブランドも好きですし、バックパックの中でもデザイン性が非常に高くて、ブランドロゴも含めてなんか持っていてね、人との差別化もできるので、非常に気に入ってるバッグですね。 先ほどのアークテリクスに関しては、割とこうアウトドアがっつりの時に使うようなバッグとして重宝するんですが、このバッグに関しては意外とジャケットを羽織ったスタイルなんかにも合うので、僕はですね、意外とこう、小綺麗に持ちたいなという時にはこちらをですね、使うようにしてるんですね。まあそういった意味でも都会的で、 なんかまあ場合によってはビジネスで使う方もいらっしゃるかなと思うんですがまあスタイリッシュなバックパックとしてぜひ皆さんもですね検討していただければなと思います価格はねちょっと上がってしまって24,200円というところでまあ決して安くはないんですが一つのデザイン性の高いバックとして皆さんも検討していただければなと思っていますはい続いて4点目のバックなんですがスタンダードサプライのデイリーデイパックというモデルですねこれはですね 今回ご紹介する中で、最もデザイン的にはシンプルで、僕たちがイメージするリュックのですね、一番王道的なデザインかなと思います。だからこそデザイン的にはちょっと退屈に感じる方もいらっしゃるかもしれないんですが、スポーティーなこれまでのバックパックとは違って、よりベーシックに使いやすいような仕上がりになっているかなと思います。まあ、デザイン的には無印良品とかでも売ってそうな雰囲気もするんですが、だからこそ素材使いにはめちゃくちゃこだわっているのがこちらのバックパックになっていまして、 よくマウンテンパーカーとかで使われるような機能素材を採用しながら防水透湿性に優れたようなですね、バッグを作っていまして、なおかつですね、ナイロンオックスフォードの上品な雰囲気というところも楽しめるので、このあたりのバランスが非常にいいのかなと思います。持ち手の部分にレザーを使われてたりだとか、あとはですね、ファスナーなんかも YKK のかなり高級なものを使っているので、デザインがベーシックながらも素材感だとか、細部の作り込みの完成度が非常に高いので、結構ですね、おしゃれ 中級者以上の方に愛されるようななバッグかなと思います、まあ、個人的にはですね、オリジナルのものもいいかなと思うんですが、今、ビームスプラスの別注バージョンが出てるので、こちらなんかはかなりおすすめかなと思いますね。せっかくだったら人とちょっと違うものを選ぶのも満足度が高まるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもおすすめしたいなと思うんですが、まあ、ビームスのサイトを見てみると、スタッフ着用例がめちゃくちゃ多いんですね。 これは一つの安心感で、ショップスタッフの皆さんって、やはりおしゃれが相当好きな方々なので、まあそういった方々に指示をされて、かなり着用されている方が多いので、シンプルなんだけども、おしゃれが好きな方、ツーな方にもしっかりと受けるような完成度の高さというところが、こちらのバッグにはあるのかなと思います。まあ内容量としては17リッターと結構少なめなんですね。サイズ感はそんなに小ぶりすぎるというわけではないんですが、そんなに荷物量としてはアウトドアブランドのものに比較すると、 そこまでは入らないんですがまあ、日常的に使うのであれば全く問題ないサイズ感なので十分このサイズでもいいのかなと思いますまあ、PC もしっかりと入りますし 都市型にちゃんとアップデートはされているんですが、アウトドアプラントのものに比べると、機能性としてはそこまでですね、高いというよりは、まあ見た目のクラシックさだとか、細部の作り込みだとか、無駄な部分は一切排除して、なるべくシンプルを極めたこのデザイン自体に最大の魅力があるかなと思うので、まあぜひですね、こういった本当にシンプルで無駄のないものをですね、求める方であれば、こちらのバックパックはかなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。 ます はい、続いてラスト5点目のですね、リュックなんですが、もうちょっと安くてですね、気軽に使えるものを皆さんにご紹介したいなと思ってまして、あのブランドですね。ユニクロのロールトップバックパックですね。これはかなり新作の中では面白いアプローチなのかなと思います。金額的にもですね、かなりお手頃で3990円ということで、まあ、今までユニクロのバックパックの中ではこのような形状のものはですね、なかったと思うんですが、ロールトップ状になっていまして、上部の 部分ですねここにですね特徴があるようなバックパックに仕上がっていまして、まあ、素材自体にはですね撥水加工もついてますし止水ファスナーがついてますので雨が染み込むこともないのでそのあたりも安心かなと思います、まあ、想定している場面としては自転車に乗っている時なんかにもガンガンに使えるようなバッグになっているかなと思いますで容量がですね結構大きくてこれ29リッターですね、まあ、最大でそれぐらい入るのでかなりですねいろんなものが詰め込めるかなと思いますじゃあ僕の中 でではどうういいったシシチュエーションが想定できるのかというとこういったバッグをですね、ジムなんかに持っていくのがいいかなと思ってまして、シューズを入れたいだとか、ウェアを入れたいだとか、まあ、一通りの荷物を収納しながら自転車に乗ることができるので、まあ、そういった点なんかではすごく使い勝手がいいのかなと思います。ユニクロらしいですね、一切無駄のないデザインなので、どこのブランドかわからないというところも非常にですね、ありがたい点かなと思ってます。まあ、ベーーシッククななスタンダードサプライみたいもものもですねユニクロだとか無 品からもも出ていいますが、まあ、そういったシンプルなものこそ細かなデザイン性の違いいだだととか素材使いって大事だと思うんですが、まあ、このロールトップのバックパックに関してはデザイン的にもめちゃくちゃベーシックというわけではなくてロールトップ部分にアクセントがあって通常のバックパックに比べるとややデザイン的な特徴があるのでユニクロのオリジナルでも意外とどこのブランドの使ってるのかわからないようなデザイン性の良さというのは実感できるのかなと思っています。ももちろんでですねカジュアルで使うことも相当 でできるんですがお仕事でも使いやすいように内側の構造もしっかりと作られているのがユニクロの強みだなと思ってましてお客様の声を活かしながら内側の構造 PC をちゃんと収納できたりだとかペットボトルだとか折りたたみ傘を入れるようなスペースをちゃんと作ったりだとかかなりですね出入りに使いやすいような仕上がりになっていますので3990円でガンガンに使っても気兼ねすることがないというところも含めてかなり使い勝手のいいバックパックかなと思っています、まあ詳しく 僕の動画よりも、同じくファッション系 YouTuber の太郎さんの動画がですね、すごくわかりやすかったので、そちらを見ていただくといいかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。まあ、今回ご紹介する中で圧倒的に値段が安くて、なおかつチープに見えないというところ、そこがユニコーンの強みかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、検討していただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人の男性におすすめのバックパック5000ということで結構ですね、様々なブランドから代表的なモデル、デザインの優れたものをですね、皆さんにご紹介させていただきました。どれもブラックベースのですね、シンプルなデザインなんですが、ブランドが変わることでやっぱりアプローチの方法って全然変わるかなと思うんですね。おしゃれ初心者の方からおしゃれがちょっと好きでクロートの方まで結構満足できるものが様々揃ったかなと思います。 と思うのでぜひ皆さんのお気に入りのものですねコメント欄まで書き込んでいただければなと思っていますしまあ、これ以外にもですね優れたバックパックたくさんあると思うので皆さんの中のおすすめのものがありましたらコメント欄で教えていただければなと思っていますこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕はもう一つ運営してます youtube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方 方は概要欄からチェックをしていただければなと思っていますまたなかなか動画を見る時間がないという方のためにですねオンラインサロンも運営をしていますそちらは画像と文章ベースでおすすめのアイテムをご紹介してますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに